4月7日火曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は心、体、健康、きれい情報番組、今からここからこの番組はエイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお送りしてまいります。本日の番組応援団、まずは個人応援団です。山さん、そしてレイコさん&まさきさんです。続いて企業応援団は、ブライダルからご葬儀まで思いを形にするお手伝い、司会セレモニースタッフ手配事務所 MC ボイス、オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、ジーザスセンター、高根沢皮膚科クリニック、手話サークル福袋、障害者雇用を企業とともに考える一般社団法人ブリッジ、以上の皆さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてこの時間、メッセージの送り先ご案内させていただきます。メッセージの送り先はメールまたはファックスで、ミヤラジ宛てにお願いいたします。まずは E メールアドレスです。数字で773@miyaraji.com、 ファックスでメッセージを送っていただく方は028-666-7878まで、またスマートフォン用専用アプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと、簡単にメール送信することができます。ご活用ください。たくさんのメッセージお待ちしていま す。ということで、本日もナビゲーターはミヤラジパーソナリティ斉藤あさみです。そしてメインパーソナリティは、こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は、私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますさあ、今日もね、見るラジオ M プロジェクト、はい、開催中です。はい、今日でなんと第8弾すごい、すごい、はい。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、リアルタイム字幕に挑戦中です。番組のホームページに QR コードございますので、そちらを確認してご利用ください。番組中に文字放送、こちらは多言語対応となってますね、うん、こちらをご利用、ご覧いただくことができます。ラジオを見て聞いてお楽しみください。はい、この番組のホームページ、カタカナで今からここからで検索していただけますとたどり着けます。そちらに YouTube の画面がございますので、そちらにでご覧いただくこともできます。はい、お楽しみください。お楽しみください。はい、ということで、はい、いよいよ、はい、新シーズンスタートですね。えわー本当に皆さんのおかげで、はい、3クール終えまして、はい、4クール目です。うん、本当にたくさんの皆さんにご支援いただきまして、はい、この番組を続けてくることができました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、皆さんに大切な情報をお届けしたい、うん、そして新クール、うん、第4シーズンのテーマは、はい、命を守り、うん、命をつなぐ、こちらに決めました。はい、みんなでね、うん、大切な情報をお届けしていきたいと思います。はい、はい、でこの番組ね、提供がエイトノットラウンジってなってるんですけれども、うんうん、私この話するの初めてなんですよ。エイトノットラウンジってなんだろうって思ってた方いらっしゃるかも。この番組を続けてきて9ヶ月、はい、全くこの話題に触れてなかったんですけれども、あら、そうでした、はいはい、この番組の提供エイトノットラウンジは、私が営んでいる事務所のラウンジスペースの名前なんですね、うんうんうん、でそのエイトノットってなんだろう、エイトノットっていうのは山岳やヨットとかいろいろな場面で最も重要なロープワークの一つとされているんです。うーん、生命救助とか本当に命をつなぐ場所で使われているロープワークなんですね、はい、そう、高いところから体を下ろしていくときとかに胴体をこう結んで、うん、グッと結んで、普通の縛り方だと上から引っ張るとね、うん、そこがキュッと閉まっちゃうんですよ。あ、はい、胴が閉まっちゃうの、うんうん、それをそれ以上閉まらずに、うん、グッと緩まずに
下ろせるのが8ノットっていう結び方なんです。あ、結び方の名前なんですね。ロープワークの名前、うん、はい、でしかもね、自分からここをほどこうとしたら片手でほどけるんですよ。へえ、そういう関係でね、はい、みんなで命をつなぎ合って、うん、守り合っていきたいなって、そういう場所を作りたいなって思って、うん、はい、ラウンジの名前を8ノットラウンジって命名したんです、はい、あ、素敵な名前です、はい、うん、ですからね、そのテーマにやっとたどり着きました、はい、うん、たどり着きましたね4クール目にして、はいはい、これからもね、うん、頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。応援してください。よろしくお願いします。さあ、ではでは、本日も大変素敵なゲストの方をお招きしていますので、はい、ここから、ゲストの方とご一緒にお届けしていきたいと思います。それではご紹介させていただきます。ゴスペルシンガー、そしてジーサスセンターの牧師でいらっしゃいます池田信也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。前回お越しいただいた時には、うん、ご兄弟で ね, でねいらっしゃいいただきました、はいはい、今日はお一人でということですので、はい、深夜さんをフューチャーして、はい、じっくりとお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、今日初めて池田さん の,、ね、あのことを知りましたという方のために、はい、改めてなんですが、プロフィールなどを教えていただけたらと思います。はい、はい、お願いします。はい、池田信也と申します。先ほどもご紹介ありました、ゴスペルシンガー、というご紹介ありましたけれども、私はですね、アメリカで、音楽そしてゴスペルまた聖書を、学び、うん、そして帰国した後に、CD などを作りながら、カフェとかですねレストラン、で、生演奏をしたりですね、しながら、まあ、ゴスペルミュージシャンとして、ずっと活動しています。またそれだけではなくて、ゴスペルクワイアといって、まあ、合唱隊といいますか、うん、本当に、まあ、小規模で20人とかでも大きくなると50人70人とかですね、その、ゴスペルクワイアの、指導であったりとか、まあ、イベントを主催する側につきましてゴスペルを多くの人に知ってもらおうということで活動しています。でもですね、本職は、教会の牧師をして、いますので、毎週日曜日に、ジーザスセンター、これは下岡本なんですけれども、そこで毎週10時半から礼拝を、持って、います。はい、なるほど。はい、ねえ、今、はい、ま、ゴスペルシンガーでいらっしゃるということで、うん、たくさん の, ゴスペルクワイアの方々とご一緒に演奏されることもあれば、はい、ま、お一人で演奏して、はい、いるようなそんなスタイルもあるということでね、はい、今日はなんかちらっと楽器が見えてまして、もうすでに、ね、はい、はい、アコースティックギターをお持ちいただきましたので、はい、この番組の後半では、はい、生演奏もはいお届けしていただけるのではないかと、はい、はい、本当に楽しみにお待ちいただきたいと思います。しかもあの曲ですからね、いろいろほのめかす感じできますね、みつこさん。あの曲ということにしておきましょう。はい、もうこの番組といえばあの曲ですので、皆さんお楽しみに。そうですね、はい、本当にいろんなご活動をされていらっしゃるんですけれども、うん、はい、今拠点になっている場所を改装されているなんていうお話も聞きまして、はい、うん、はい、そうですね、はい、私たちもジーザスセンターでFacebook やホームページありますけれども、そこでも、まあ、まあ、告知といいますか、まあ、その情報を伝えてるんですけれども、うん、まあ、今までそのステージとかがなかったので、そのステージを、まあ、新しく今作って、で今日は午前中もペンキを塗って、はい、こうに来ました。あ、そうだったんですね。はい、なんか、はい、前回出ていただいた時がちょうどクリスマスコンサートの前の時で、そうですね、生歌をね2曲ご披露いただいたんですけれども、はい、その時にね、はい、ご自身の教会をどういった教会にしていきたいかっていうお話されてたと思うんですけど、はい、それに向けての着々としたステップという。そうですね、なんか教会って聞くと、まあ、牧師と聞いたり礼拝って聞くとなんかもう入りづらいとか何やってるんだろうってよく言われるんですね。で教会って何どういうとこなのなんて言われるんですけど、うん、僕はシンプルにすごく、まあ、なんと言いますか、まあ
楽しい場所であったり、すごく心が癒される場所で、を僕たちの方で作っている。でそれが、まあ、皆さんに伝わらないっていうのは、まあ、あのもったいないなと思って、例えばあのアメリカの教会ですと、毎週無料でゴスペルのコンサートが教会で聴けるんですよね。あのお金を払わなくても、で本当にそういう場所にしたい。または教会に行くと、まあ、みんなで家族のように励まし合ったり、あとはどうだった今週来週頑張ってねとか、それは老若男女、もう本当に小さい子からおじいちゃんまで、まあ本当に励まし合えるような場所、まあ、行ったらカフェがあったりとかするような場所なんですね。だからこうなんかただ心が癒されるだけではなくて、こう目もね少しこうなんていうか、あおしゃれだなってこうね、目もこう目の保養にもなると言いますか、まあ、そんな、まあ、心も体も、まあ、そして魂も癒されるような場所に、場所である。でそれを本当に多くの人に伝えたいと思いまして、まあ、ちょっとねかっこいいステージっていうか、ね、ちょっとカフェみたいな教会の場所を今、はい、みんなで、ゴスペルのメンバーがですね、何人も手伝ってくれて、それであの今ちょうどね教会作ってます。で今週中には終わる予定です。はい、楽しみですね。こうご自分でこうイメージされている内装を自分で手掛けて、あのカスタマイズしてるっていうのがまたすごいなと思ってる、クリエイティブ本当ですよね。そうですね。もともと僕専門学校に行ったのは建築なんですね。建築なんですよね。建築つながりだったみつこさんと。そうなんです。実はね、お互いに気づいてなかったんですけど、はい、どうやら同じ現場を持ったことがあるらしいんですよそうなんですよ。なんだ、じゃあ知らないでしょ。そっちもスペシャリストだったんですね。いやもうそれはもう本当見習いで、現場監督見習い、はい、設備屋、また大工見習いから、まあ、あのなんだっけ、解体屋とか、まあ、いろいろね、僕も若い時、はい、いろいろありまして、はい、いろんな紆余曲折ありまして曲がりすぎて曲がりすぎて帰ってきたっていう。あ、でもなんかその曲がったおかげで培った技術が今まさに生かされているという感じですね。本当にね無駄ってないなと思いますね。本当ですね。完成が本当待ち遠しいですね。はい、本当にその歩いた道が、人生になるっていうか、集大成が今、ね、作られようとしてますね。逆にあれがなかったら、今のねこういうこともできないのかなっていうふうに思って、本当にあの分け隔てなく、いろんな方がいろんな立場の方がフラットな状態で集まれる場所、はい、でそこがこうコミュニティになってね、あのいろんな人が本当笑顔で、あの集えるっていうのは、これはもう本当に楽しみ。来週あたりには若干そうですね、出来上がって、今週の日曜日にはそこから、はい、まあ、あのまあ、このような今あのご時世といいますか、あのなので教会でその礼拝を持つということも一度今月中はキャンセルしたんですね。なので Facebook と YouTube で、はい、今週の日曜日は配信しますけれども、そこではもう新しいその舞台でステージ、そうですね、ステージで、あの配信していますので、はい、配信されている、はい、なんかこうサイトたどり着くような何かワードってありますか？はい、ジーザスセンターと、あの、はい、Google などで検索していただければ、私たちの教会出ますし、そうですか、そこから YouTube などにも問えますし、あとは Facebook で、ジーザスセンターと、検索していただいて、Facebook でいいねを押していただければ、そこからも今でも建築のね、現場の様子を写真で、日々伝えております、それもまた興味深いですよね。ビフォーアフターでね見ていただいて、今のうちにじゃあチェックしといた方がいいかもしれない、楽しみですよね。前も出ていただいた時もおっしゃってたんですけども、聞くだけじゃなくて、もう座ってね、聞いて癒されるだけじゃなくて、ご自分が歌う場所としてもいいですよっていうことをねおっしゃってたと思うんですけど、そうですね、ゴスペルソングってどこの教会に行っても、まあ、例えば旅先で教会に行きたいなと思って、まあ、初めて行った教会でもすぐ歌えるようなあの簡単な曲が多いんですね、実は賛美歌も。なのでうちでもその歌詞を出して、それで、来た方誰でも、あの歌えるようにあのしていますので、まあ、今集まるのが難しいですけれども、本当に落ち着いた時には何かね、あの遊びに来ていただければなと思っています。でその時はもう共にねあの歌ったり、ね、少しその家族
として、うん、なんかこう私たちも迎えられたらなと思っています。楽しみですね、はい、温かいスペースが、はいね、なんかリニューアルオープンという、ねうん、待ち遠しいですけれども、はいはい、ここで1曲、うん、曲を挟んでからまた引き続きお話をお伺いしていきたいと思います、はい、この時間の1曲目はスティービーワンダーの I just call to say I love you を選んでいただきました、はい、素敵な曲ですが、はい、選んでいただいたなんか理由があればぜひ教えてください。はい、私があのアメリカに行って、まあ、ゴスペルを学びに行ったんですけれども、まあ、先生がですね何かあなたのお手本になる人を作ったらいいよって言われたんですよね、うん、まあ、それは人生でもそうですし、またはミュージシャンとして尊敬できる人あの作ったらいいってことで、僕が それを聞いた時にポッて思い浮かんだ方がこのスティービー・ワンダーでした。教会でも、たくさんねエレクトーンやピアノを演奏してゴスペルも歌ってる、方ですけれども、本当に、まあ、目が見えないというハンディキャップを負いながら本当に解き澄まされたその耳で奏でる歌とかその本当にピアノっていうのは僕も本当に、まあ、尊敬するだと言い切れないぐらいの、まあ、私の音楽を学ぶ上での模範であるような方なので、まあ、本当にスティービー・ワンダーの曲は、まあ、私ゴスペルだけじゃなくてジャズとかポップスも歌いますけれども、はい、まあ、スティービー・ワンダー、自分でも歌っている曲です。あ、はいはい、じゃあもう本当にあの池田さんの原点になるようなナンバーですかね、はい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 、では聴いていただきましょう。スティービー・ワンダーで I just call to say I love you。 は午後6時22分を回っています。この時間は心、体、健康、きれい情報番組今からここから8ノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお送りしています。本日お越しいただいていますゲストの方を改めてご紹介させていただきます。ゴスペルシンガー、そしてジーザスセンターの牧師でいらっしゃいます池田信也さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあここからはみつこさんにバトンタッチしましょうか。ね、あの今ねこんな状況の中でね、前回もねご出演いただいた時に、はい、とってもいいお話を、前回は電子レンジと冷蔵庫のお話していただいたんですけども、このお話がね気になる方はこの番組全放送を、はい、番組ホームページでアーカイブしておりますので、うん、そちらでお聞きいただけますからぜひ検索してください、ね、はい、で今日もね、はい、今、うん、この時期に先生からのお話っていうのを、はい、ちょっとお伺いしたいなと思ってぜひお願いいたします。お願いします。はい、私たち、まあ、本当に今、まあ、私もゴスペルシンガーをやっていたりしても、まあ、数々 あのイベントもあのキャンセルまた延期になっていますし、今は本当に、自分たちの命を守る、また家族、また本当に、周りの人の健康のために自分たちがどう動くか、うん、ということが本当に問われているような時期だと思います、うん、で経済も少し下がっているなど聞きますし、うん、まあ、少し何が起こるんだろうというね、ようなそんなことを思うような時代に今なっています。でも例えば私たちがこれから、その、まあ、これが収束して、それからじゃあ今度は僕たちが何をね、すればいいのかなとか、どうすべきかなと、まあ、ずっと私も考えていたんですけれども、うん、あのもしこれからね回復していた時に、まあ、本当に自分たちの生活や、家族を立て直す、まあ、生活を立て直すっていうのは、まあ、大変かもしれないですけれども、まあ、それをしながらですね、何か僕たちがまた今度は与えることができたらなと思ったらいいかなと思います。なぜかっていうと、まあ、私牧師ですけれども聖書の言葉で与えなさい、そうすれば与えられるからです、うん、
という言葉があるんですね。なので本当に、これから回復の時期を迎えるときに自分自身だけに、もちろんフォーカスが行きがちですけれども、今度は私たちも、受ける側として、今度は与えることも必要だな、そんな時代になるのではないかなと僕、思います。なぜかと言いますと、私一つ のストーリーが、このお話するときにね、思い浮かぶんですけれども、少し前の話ですけれども、イギリスでの話です。ある国会議員が乗った馬車がありました。その馬車が、泥に浸かってしまって、止まってしまったんですね。で、国会議員は降りて、それをその馬車をこう持ち上げようとしても一人じゃできなかったんです。するとある学生が来て、それでその馬車をこう、ね、持ち上げてくれたんですね。で、国会議員は、ありがとうと、私に何かできることがないかと、いくら払えばいいって言ったんです、そしたら、いいですって言ったんです、その青年はね。で、君は何になりたいんだって言った。私は医者になりたいんですって。じゃあ私があなたのその医学部にね行くお金を 全額出そうってことで払ってくださったそうなんですね。あと、それから、50年後にですね、当時イギリスの首相のチャーチル首相がですね、いらっしゃいましたけれども、肺炎にかかってしまったんですね。その時に、特効薬であるペニシリンが、処方されて、それで命助かったんですけれども、なんとそのペニシリンを作ったそのお医者さんというのが、その先ほどお話した国会議員の、国会議員を助けたその医学生だったんですね。アレクサンダー・フレーミングという学生だったんです。そしてそのアレクサンダー・フレーミングの、学費を全部払ったのが、そのチャーチル首相のお父さんだったんですね。なので、もちろんこの学生は助けるという、与えるという、ことをした。すると与えられた、でもまた与えるものになったってことですよね。そしてそこで、彼の人生の祝福が返ってきたってことですけれども、でもその国会議員さんとしても、随分昔ですけれども、ね、お父さんが与えたものが、今度はその息子に帰ってきたというですね、やはり何かですね、私たちも人生の中で、でも経験あると思うんです。何か知らず知らずのうちに与えていたものが、その後に返ってくるとか、あの時ありがとねって言われたりとかすることってあると思うんですよね。何かその与えるということをですね、この先の少しね、先になりますけれども、少しこれが収束した後に、この経済が戻ってくるときに、この与えるということも私たちね、この頭のどこか、片隅に置きながらですね、生活するときに、これからこの助け合いながら、この経済をね、盛り上げていくことができるんじゃないかなと私、思って、いるところですね。与える、すごく大切な言葉だなと思っています。なるほど。この番組でもね、ここのところ、与えるがキーワードですね。12月でしたっけ、何月でしたっけ、ごめんなさい、老人ホームの施設長をなさっている方がゲストでいらした時があったんですよ。その時もその方は、生きる喜びは与える側に回った時に得られるとおっしゃっていたんです。どんな素晴らしい介護を受けたとしても、もらっている側でいるうちは、なんていうか、自己の喜びっていうのはなくて、その施設よね、その施設内にある畑で野菜を作って、その野菜でその施設内にあるカフェ、それは地域に開かれているカフェなんですけど、そこで野菜を振る舞ってるんですよ、お花とか育てたりね、それを見来て美味しいって言ってくれたこととか、お花が綺麗だねって言ってもらえたこととか、そのことが与える側になった時に生きる喜びを得るっておっしゃってて、なるほどと、分かりましたね。そして先日のね、斉藤先生がゲストでいらした時もそうでしたけれども、今学んで伝えれば、その先の未来へ情報を伝えていくことができるっていうことがあったんですよ。だから今ね、
この時代その、まあ、お年寄りとか、うん、でなんて言うんだろう、もっとね学ばせていただく存在として私たちがね、うん、あの、うん、寄り添っていかないとっていうか、うん、あの林業の方がいらした時も農業の方がいらした時もゲストさんね、うん、おっしゃるんですよ、今その方先人の方々が持っていらっしゃる技術と知識を継承して、うん、吸い上げて継承して私たちが学ばせていただいて次へつなげていかないとそれがね途絶えてしまうっておっしゃってて、うん、与えていただきに、うん、私たちが寄っていかなければいけないなと、うんうんうん、そうですね、うん、確かにね思ったね。この番組のねコンセプトとしても私ががんを経験して自分自身がつまずいたこと、うん、そしてたくさんの出会った人たちが生きるのに苦しみを感じてつまずいていらっしゃること、そのことを目にしてこのつまずいてる小石をこれから後ろから来る人たちのためにこの小石を取り除いていきたいなって、その思いがこの番組なんですよ、うん、でそれは私一人ではできないので、うん、私の大切な人、今度その小石につまずくのは私の大切な人かもしれないので、うん、一緒にこの小石を拾ってくれませんかっていうのがこの番組なんです、うん、はい本当にあのこの番組は、まあ、みつこさんが経験を通して出会った方々を、うん、まあご紹介くださって、その方々の、うん、まあ、専門的な知識などもね、うんうん、あの与えていただいてるんですけど、はいはい、本当にあのこの番組が与えてくれることって本当に大きいんじゃないかなとも思いますから、うん、みつこさんはもうやってますよ、うん、人にいろんなことを、うん、まあそれこそね、うん、私も発信っていうか、うん、外へ向けてしているかもしれないけど、うんうん、これもねかつての番組のテーマでありましたけれども、はい、あなたの笑顔は世界を一周するっていうことをテーマにした回がありまして、うん、自分が外へ向けたことが世界を一周して私の大切な隣の人に届く、うん、そう私は考えてます、うん、だから私のためですそうね、でもね本当にみんながね自分のために誰かにいろんなことを与えていきたいなと思えばね、うん、本当に与え合うことになるかなと思いますけれども、うんうん、じゃあ生演奏の準備をしていただいている間にちょっとお話をしましょうかね、はい、ですかね、はいはい、この後あの池田信也さんが素敵な、うん、あのギターの音色と歌声をお届けいただく予定になってますが、うん、曲のタイトルはそろそろお伝えしますか、みつこさんどう、はい、どうぞ、はい、あの今日池田さんに演奏していただきます曲は、畑元博さんという方が演奏されているひまわりの約束という曲をカバーしていただく予定になってますこの曲みつこさんにとってすごく特別な一曲だそうですけれども、そうなんですよね、実はこの番組の第1回放送の第1曲目にかけたのが、はい、もう私これって決めてたんですと言って、うん、ひまわりの約束だったんですね、はい、この曲は私と信也先生の共通の友人の方、男性がね、信也先生が歌うこの曲を聴いて、これは俺の曲だって言った曲なんですよ。その方はね、人工透析を何年もやってらして、人工透析ってすると、あの突然死っていうのがあってね、本当に昨日の夜ベッドに横に一緒に並んで亡くなった、あの透析を受けた方が明日ね、明日次の朝になって亡くなったよあの方っていう知らせを受けるような、そんな毎日なんですって、人工透析の日々っていうのは。それをずっと聞いてて、みっちゃん次は俺の番かもしんないって何年も言ってたんですよだけどずっと何年もそうやってずっと次は俺かもしんないよなんて笑って言ってるから、ずっとこれからもずっとそんなこと言ってるのかなって思っていたけど、ある日突然それが本当になって、彼が亡くなった前の日にね、メールが来てたんです。みっちゃんちょっといい？話せるって。
それに返した返事がね、ごめん、ちょっと明日でいい。これが私の返した返事だったんです。私もう嫌なんですよ。本当に大切な人が私にロープを投げてくれたのに、そのロープを無視してしまったこと、もう私一生忘れられないです。だから今私の目の前にいる大切な人のロープはもう離さない、そう決めてます。さあでは、演奏の準備が整ったようですので、早速お聴きいただきたいと思います。ゴスペルシンガー池田信也さんの演奏でお届けします。ひまわりの約束。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのか、どっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、遠くで灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先にまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うから、
君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、今までのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたから。 Oh,結婚式も新居も新婚旅行も諦めない。50名様以内のゲストならとびきりおしゃれで美味しいレストランウェディングはいかが。申し込みから最短1ヶ月、持ち出し金0円目標で人気レストランやカフェで叶える、もっと気軽にもっと自由な結婚式を。栃木レストラン&カフェウェディングプロデュースイルクオーレ、検索はイルクオーレ .net でどうぞ。今からここから、午後6時42分を回っています。この時間は心、体、健康、きれい情報番組、今からここから、エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様の提供でお送りしています。先ほどお聞きいただきましたのは生演奏でした。はい、はい、ゴスペルシンガー池田信也さんによりますひまわりの約束。はい、みつこさん泣いちゃうね、これは。あ、ごめん、またポンコツみつこ出ちゃった。はい、いいですよ、噛み締めていてください。もうね、本当です。なんかあのみつこさんのエピソードを聞いた後に、この池田さんのしみるような歌声とギターの音色がまた、ね、私たち本当に、なんだろう、今なんかリアルで会うっていうことに飢えてるんですね。はい、うん、私もね、池田さんの生演奏をこんな間近で聞かせていただきながら、うん、生演奏聞けるの久しぶりだなと思って ね、それだけでも本当にありがたかったですね。僕もなんか、その光子さんがお話してくださったメッセージを聞きながら歌うと、ちょっともう本当に心奪われて、なんか涙しそうになって、はい、やべ泣かないすいません。本当に思いのこもった演奏をお届けいただいて感激でした。本当にもう、はい、彼がね、巻いていった、私と出会って、そして去っていった方々がね、私の心の中に巻いていった種があるような感じがしてて、それをね、一緒に芽が出て育てながら私生きてるなって、みんなにもらって生きてるなって思ってます。あの斉藤は与えてもらってばっかりだなと思って、今ね、いろんなことをいただいてばっかりだな、本当に与えていかなくちゃって改めて思いました今日。そんなことないと思いますけど ね、十分本当に神様から与えられた才能を生かして、いらっしゃると思いますけどね、はい、いろんなことをね、なんか学ばせていただいたり、そしてこうしてね、いい時間をいただいて感謝感謝でございます。あのメッセージをいただいたので、はい、ご紹介させていただいていいですか。はい、はい、ラジオネーム今からここからさんです。みつこさん、しんや先生、あさみさん、こんばんは。こんばんは。
今日も楽しみに待ってました。命の大切さを改めて深く深く感じています。今日もありがとうございます。お月様が美しいですよ。感謝感謝です。だそうです。ぜひ皆さんのラジオ聞きながら夜空を見上げていただきたいです。みんなでお月様見ましょう。美しいそうですよ。はい、ありがとうございます。さあ続いてのメッセージお届けしますね。ラジオネーム5人ママさんです。メッセージ、みつこさん、斉藤さん、しんやさん、しんやさんの優しい歌声に癒されました。なんだか心がスーッと安らぎました。ありがとうございます、うん、ということでもうお聞きいただいて早速メッセージをお寄せいただきました、うん、嬉しいですね。あ、届いていて嬉しいですね、うん、メッセージありがとうございます。はい、あのしんやさんの歌声は、うん、はい、今改装中のジーザスセンターでも聞かせていただくことはできるんでしょうか。はい、ラジオ越しもね、ぜひ、あの本当に素晴らしいんですけど、うん、これ生で聞いてほしいなと思っちゃいますね、はい、そうですね、まあ、今はですね少し自粛してますけれども、はい、毎週日曜日ジーザスセンターで、私を含めあのミュージックチームっていうのがありまして、うん、それで今までゴスペル一緒に演奏したものとかですね、まあ、本当にジーザスセンターでずっ と一緒に、弾いてるメンバーがいます、うん、でシンガーやまたはね、ドラマーとか いますけれども、彼らと一緒に、毎週ですねもうライブの音楽、うん、ゴスペルをお届けしてますので、はい、もしよければ、気軽にね遊びに来ていただきたいなと思っています、はいはい、私もねクリスチャンではないんですけれども、はい、なんていうか気軽に遊びに行っていいんですか。はい、はい、どんな方でも大丈夫です。教会は敷居はね、別に高くないので、もし敷居が高いと感じていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、ジーザスセンターの目的はその敷居を完全にこうなくして、うん、まあ、バリアフリーにして、さすがですね、で本当にゴスペルを聞きたい方に来ていただいたり、はい、あとは毎週ですね僕が短く聖書からメッセージしてます、うん、今日お話したのもで聖書の言葉でした、与えなさい、そうすれば与えられますという言葉とかですね、うん、聖書からいつもね私たち学んでますので、それも簡単にね皆さんのね生活にも何か役に立つような、うん、メッセージだと思いますので、そうするとおそらくも僕たちが今度はね与える側なので、うん、私たちね与える時も必要ですけれども、まあ素直に受ける時も時間も必要だと思うんですね、うん、なのでもしこちらに来られた時には、うん、ぜひね受けて私たち精一杯与えますので、はい、そこにある希望とかですね、平安とか、うん、神様からね僕たちもいただいているそのものをね皆さんに与えますので、うん、そのね皆さんも受け取っていただけたらなと思いますし、それが今週はですね、まあ、日曜日から、まあ、4月中はですねもうそれがライブ配信で、うん、お届けしますので、はい、今度は私たちが今度は皆様が来なくても、お茶の間に車の中にお伺いしちゃいますから、お家にいながら、そうですね、ということは、はい、それは池田さんのお顔も拝見できるということですね。あ、もちろん、ね、はい、ラジオだとねなんかこうお顔を、ね、ご覧いただけないのがもどかしいなと思うんですよ。いえいえいえ、ほんわかと優しい雰囲気の方でして非常にカジュアルな、ね、場所でそうした、はい、ありがたいお話を聞けると、はい、そしてさらに歌まで聞けちゃうというのは、これはなんと贅沢な場所かなと思います、うん、はい、ぜひまずはライブ配信で、うん、はい、お聞きいただきたいと、はいはい、思いますが、そして、はい、ね、この番組の冒頭でスポンサーさんのご案内があったと思うんですけれども、うんうん、本当にありがたいことに、はい、ありがとうございます、はい、ジーザスセンター様からもご支援いただけるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今シーズンですね、しんや先生の5分コーナーなども番組に盛り込んでいけたらと思っております、はい、その5分コーナーはどんな内容になるのか、ちらっとネタバレしない程度に教えていただけないでしょうか。そうですね、はい、まあ、5分なので多く伝えられるかわからないんですけれども、まあ何かこう Q&A みたいな形で皆様このラジオをお聞きになっている、まあ、今からここからお聞きになっている、まあ、小学生中学生、まあ、もちろんママとかですね、また、
本当にどんな方でもいいんですけれども、何かこう質問があったりとか、あればですね、 Q&A みたいな形で、何か答えて、皆さんにね今必要な、メッセージを伝えられたらなと、思っています。それはお悩み相談的な感じですか？はい、そういう形でも、大丈夫です。ぜひね、新谷先生にご相談されたいことを、メッセージでお寄せいただきたいと思います。新谷、先生、お二人お子さんがいらして、はい、ね、なんて言うんですか、そういうのって、行くパパじゃなくて、イクメン、イクメン、いい、合ってんのかな、合ってる、イクメン視点からの、あ、そうですね、子育て、ね、視点からアドバイスとか、はい、いろいろね、本当に迷いに迷って、で金髪アフロで成人式に出た頃の、世代からのお悩みもお答えいただけるということで、ね、そうですね、はい、曲折の部分もいろいろとこうね、分かってくださる新谷先生なので ね、はい、ぜひぜひ、お寄せいただきたいと思います、はい、まあ、そのお悩み相談コーナーは、今からここからの番組ホームページ宛てでも構いませんし、今からここからフェイスブックページへのコメントでも、コメントやメッセージでも構いませんし、新谷先生へ直接でもいいですしね、そういった形で進めていきたいと思っています。もう来週から5分コーナースタートしますか？準備でき次第ということで、はい、じゃあ来週もしかしたらということで楽しみにしていただきたいと思いますが、来週のゲストさんはもうお決まりですか？来週のゲストさんは栃木の木を生かす女子の会木林会長の豊島香織さんと、佐藤香織さんにいらし、2人で来ていただいて、森林浴とか、栃木の木や木を生かす女子の会ですからね、森や木の大切さをメッセージされてる、方ですので、森や木とか森林浴とか、植物と人間の健康のつながり、関係性についてお話ししていただこうかなと思っています。来週もぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。この時間もね、エンディング曲が流れ始めているんですが、この時間最後の曲がまたね、素敵な曲です。池田信也さんのオリジナル曲です、ウェルカムホームという曲、もうすでにお届けしているんですが、この曲はどんな、ナンバーになりますか？これはですね、私が、ゴスペルを歌い始めた当時ですね、初めて書いた曲なんですね。なのでちょっと手が後で加えられて今の形になっているんですけれども、でもウェルカムホームって、アメリカで子どもたちや家族が帰ってくるとお帰りっていうのがこのウェルカムホームなんですよね。僕もなんかいろんなこう悩んだ人生とか、本当に曲がった人生を歩んでいて、でそれで音楽とかゴスペルに出会って僕はある意味帰ってきたなと思ってるんですね、聖書や。でなのでその時に、僕も子を持つ親ですけれども、もしね、反発してたりそんな風にしてて帰ってきたらなんて言うかなって思ったら、お帰りかなと思ったんです、またそう、僕を作ってくれた、神様もおそらく、いろんなとこ行ってきたね、でも私がね、あなたに与えた希望ある、素晴らしい計画の人生にもう一度帰ってきたね、お帰りって言うと思ったので、いろんなお帰りが含まれていると思うの、素敵な曲をお届けしながらお別れしたいと思います。ありがとうございます、今日お越しいただきましたのはゴスペルシンガー、そしてジーザスセンター牧師でいらっしゃいます池田信也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングコールご一緒にお願いいたします。心、体、健康、きれい、情報番組、今から、ここから、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。